自作の下駄箱ですけどもね、結構ね、今雨が降ってるけども、特に雨が入り込んでる感じもなくね、いい感じに機能してますね。まあ下駄箱っていうか棚だよね、これ。前まではね、このスペースに、このぐらいのサイズの高さの下駄箱を設置してたんですけども、で、上は特に何もなく、だからさ、こう、横殴りの雨が降っちゃうと、この上の方からバーって吹き込んでね、大変だったんですよ。だけども、この結構大きい下駄箱を作ったおかげで、今結構強い雨で、ガンガン降ってるけども、ほら、あんまりこの吹き込みがなくなりましたね。まあこんな感じでね、いい感じに機能してます。